遠藤オナスチャンネルサムタイム。はい、どうも遠藤です。リングフィットアドベンチャー100日チャレンジ88日目、行きたいと思います。一匹マッスル、よし、ビューティースタジオだ。あら、直接対決じゃないのか。わお、わ、しかも一つ空きなのかこれ。なるほどね。なるほど。275、295、これからいくかな。じゃあまた難しい戦い方だな。よし、よいしょ。なるほど。これ厄介だな。お、全部触っちゃったじゃん。黄色があった。どういうこっちゃ。あ、黄色でやった方がいいのか、じゃあ。これは、これは難しいぞ。よし、やばい、やばい、これは難しいな。緑が今上がってるけど、緑のスキル、あ、これがあるじゃん。よし、右足一本で立つ、左膝、左足一本。うわ、
つこれ。うわうわうわ。あ、これはちょっと、あ、まず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 。ちょっと待って。うぅ。うぅ。むちゃくちゃきついな、このポーズ。これやばい。うわ。うわ。これはえぐいぞ。うまくできる。うまくできない。うわ、これ無理だ。これは超むずいわ。よし。これはきついですね。わ、しかもダメじゃん、緑が全部やられとる。うわ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 。とりあえずダークシークカムリ A を倒すか。これむずいな。あ、よし。全部やばいじゃん、これ。しんどいな、これは。とにかく無視して真ん中を攻撃しまくるか。
やばいなこれ。休憩だ、これで。してる。もう一回これやんのか。これむずいよな。もうやばいもん。集中。できるようになった。
そ。全然ダメじゃねえか。よし。空気抜けちゃった。待ってよ。これかな。まあ一番攻撃力高いやつこれでいくしかないね。ということでリングフィットアドベンチャー100日チャレンジ88日目、終了でございます。あと12日頑張っていきたいと思います。バイバイ。遠藤オナスチャンネル3杯。